はい、コズノの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはですね、こちらです。はい、カプセルガチャガチャです。はい、こちらがね、何なのかっていうのをですね、ちょっとね、開けてみましょう。はい、まずね、取り出すとこんな感じのやつが入ってます。リーブワーク。はい、こちらは日本語で退勤っていう意味ですね。まあ退社っていうんですかね。で、それがね、何なのかっていうことなんですけれども、こちら実はボタンなんですよね。はい、このボタン、はい、こんな感じで一応ボールチェーンがついてますね。はい、キーホルダーとしても使います。裏を見るとね、こんな感じでスピーカーついてますね。うん、さて、これは何なのか。まあもちろんね、音が鳴るのは確実ですよね。あのスピーカーついてるんでね。はい、ではこちら鳴らしてみましょう。アスファルト。はい、てな感じでね。こちらゲットワイルド、はい、TM ネットワークのゲットワイルドが流れます。小室哲哉って書いてありますね。はい、こちら退勤っていうことで、なんかね、こう退社するときに鳴らすとそういう気分になれるっていう感じの、なれるボタンですね。いや、面白いの考えるなと思ってね。いや、これテレビでね、やってたんですよ。で、すげえ気になってね、先週購入しました。はい。まあ、ガチャガチャですよ。本当はガチャガチャなんですけど、近所に置いてないんで、そういう、これが置いてあるガチャガチャが。はい。で、それのね、ガチャガチャの専門店、このドリームカプセルっていうところが作って販売してるみたいです。はい。なので、こちらね、QR コードあります。こちらから飛んでね、実際皆さんも見てみてはいかがでしょうか。はい、じゃあね、他の曲がどんなものなのかっていうのをね、それぞれ鳴らしていきたいと思います。てな感じでね、すべて聞いてもらいましたが、まあ、こんな感じでね、はい、シチュエーション BGM ボタンっていうやつですね。はい、ボタンを押すと、あんな時やこんな時にぴったりなメロディーが。で、退勤
ゲットワイルド登場。これは松本さんですね。ビーズの出会い、ラブストーリーは突然に、でライバル、これはチャギ&アスカですね。任務、ミッションインポッシブルのテーマ曲ですね。はい、こんな感じの全5種となっております。はい、いやこれめっちゃテレビでやって気になってね、まあ、思わずそのサイト行ってまだあったんでね、購入させていただいたんですが、うん、テレビでやったからまだあるかわからないけど、多分まだあるかな。うん、なのでね、これはちょっと面白いんで、皆さんもねぜひ、特にこのゲットワイルドなんてちょうどいいんじゃないかな。皆さんあのね、会社から、退勤するときにね、鳴らせばズボンのポケットに手を突っ込んでね、哀愁漂う背中を見せることができるんじゃないでしょうか。はい、こちらなんですけれども、実はね第2弾があるんですよ。はい、そちらをね次回ご紹介していきたいと思います。はい、いやこれはねマジでいい、面白いよね、発想が面白い。ということでね、ぜひ皆さんもね、ここのドリームカプセルさん、はい、こちら行ってね購入してみてはいかがでしょうか。という感じで今回はおしまいにしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。